もうエンジンルームもね、こんな綺麗なんですよ。今日はアコスカに乗ります。すごい綺麗だでしょ。日産のシルバーです。シルバーっぽくないですか。シルバーだよこれ。FX 系もね、新しいプロジェクト始まるじゃないですか。そうだね。結構精度の高いトレードもできるし、利益率で言ったら高いんじゃない。だってほぼ負けないし、1日18時間くらいチャート見てた。ずっと見てた見てた。エントリーや決済を手動でやるとやっぱ感情的になっちゃう。自分に利のある決断行動ができなかったりするから。おはようございます。おはようなの。こんにちは。こんにちは。まあ先ほど対談動画ありがとうございました。こちらこそです。お疲れ様でした。じゃあ軽くドライブ行きますか。はい。最近乗ってない車があるんで、最近さ、立て続けに納車が続いてたから時間取られることも多くて、車あんまり乗れてなくて、普段の足がこれだから、やっぱこの辺り天気も悪くて乗れない時が多くてさ、まあ一応月1くらいでは乗ってるんだけど、今日はこっちじゃなくて、ランボとかフェラーリではないと。ない。まあこれが最近納車した F8。そうですよね。そう、一番新しいやつ。だけどこれも最近動画で乗ったから、これでもなく、はい、これ閉めますね。はい。まあこっちはまだ季節が早いんで違います。ってことで今日はこれね、ちょっと忘れられてたけど、でも最近納車したばっかりじゃんこれも。はい。あれパートナー。カードはだって運転手いないもん。運転手いないからしょうがない。ってことで、はい、今日はアコスカに乗ります。この動画を初めて見た人、僕のことを知らずにこの動画から初めて見てる人もいると思うんで、まあ、軽く紹介。アコスカです。めちゃくちゃ綺麗に仕上がってます。もう新車みたいになってる。見る人が見たらわかると思う。すごい綺麗だでしょ。色とかも教えてください。うん、シルバー。日産のシルバーです。シルバーっぽくないですよ、ね。シルバーだよこれ。ちょっと緑がかってますね。そう？もう綺麗な色だよね。うん、じゃあこのハコスカーテールがかっこいいよね。こんな感じで、もうエンジンルームもねこんな綺麗なんですよ。これだってあれですもんね。昔の部品を綺麗にして。そう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 、ね。これも締めるやつとか。あった、これこれこれだよ。これでバッテリーのところをちゃんと締めときたかった。不安だったんですね、内心。内心不安っていうか、やっぱさ、やれることはやっときたいじゃん。最近マショーさんいろいろ準備されてるじゃないですか、うん、はい、きっかけって何かあったんですか。稼がなきゃいけないから。今年のが明らかに活発的じゃないですか、うん、そうだね。なんかそのきっかけとかってある。欲しいものがある。もともとね40を目標にしてたのね、はい、40歳までに資産100億作って、それの利回りで食っていこうと。100億あって大体 10% だと月1億くらいの利回りになるわけよ。だからちゃんとインカムを得れるような資産として100億くらいを持って、月1億くらいのそのインカム収入を40までに形成したいっていうのが目標だったけど、まあ現状まだできてなくて、やっぱさ、資産性のあるものは買うようにはしてたけど、そのインカムを得れるようなね、その例えば不動産で家賃収入を得れるとか、そういった資産っていうのはまだほぼ持ててない状態なの。やっぱそこをさ、もっと貪欲に取得していかなきゃなって思ってっていうのが今貪欲に慣れてるきっかけっていうかさ、ちょっと焦ってる。なんかあったんですか、うん、きっかけをまた改めてくれる場面という。不動産興味持ち出して、不動産の面白さに気づいてきたかな。日本でさ、世界に比べると平均所得も上がらずに物価だけが高騰して、結構ネガティブな声ばっかり聞くじゃん。日本の価値って世界で見てもかなり高いと思うのよ。日本っていう土地の価値。日本ってやっぱさ、治安もいいし、自然も豊かだし、水も綺麗だし、まあ災害はあるけどさ、それはどこの国も一緒でさ。で、やっぱインフラもすごく綺麗に整ってる。その給排水だったり、最近一番平和な国って言われてますもん、ね。だから日本の不動産っていうのは人口が減ってってさ、じゃあ不動産なんで価値あるのみたいな言われ方もするけど、それはやっぱ物によってはちゃんと価値のある不動産っていうのもあってさ、日本人が減ってったとしても海外からの需要っていうのは
間違いなくあると思うので、で特にやっぱ富裕層だから、やっぱその富裕層向けの不動産だったりとか、そういうのもちゃんと取得していきたいし、まあまあどちらかというとインカムっていうよりキャピタルになっちゃうんだけど、でも最近思ったのが、キャピタル狙いだけじゃなくて、しっかりインカムを形成しつつ、付加価値をつけていったり、まあリフォームしたり、まあ、そのライフスタイルとして提案したり、付加価値をつけていって利回りを上げる、あと空室だったものを取得して満室にして、単価を上げて家賃を上げて利回りを高めて、ある程度の利回りに固定した状態でその金額で売っちゃうとか、例えば3000万で 20% の利回りの不動産を取得することができたら、まあ、綺麗に仕上げてさ、満室にして 10% に利回りを落として6000万で売れるわけじゃん、まあ、そんな感じでさ、不動産でもちゃんと利回りっていうかインカムを取りつつ、ある程度年数をかけて回収して、その上でキャピタルも狙っていける、このあたりの考えができてきてから、普通にインカム狙いの不動産っていうのも面白いなと思って、いやこれからはその両方を狙っていけるような不動産を取得していこうかなと思ってる。主に今は不動産に興味あって、不動産に力入れてるっていう感じ。そうやってさ、インカム狙いで取得単価を落とそうとしたら、タイミングが大事なわけよ。やっぱいい物件がさ、安く売ってるわけないから、相手方に何かしら理由があって、もう今すぐ現金化しなきゃいけないとか、相続問題だったりとか、そういうので、まあ安く出てる物件っていうのは急に出てくるのね。でその急に出たタイミングである程度キャッシュを持ってないと買えないし、それで融資の話なんかしてると先にどっかに取られちゃうから、そのためにもある程度体力つけとかなきゃなと、資金面でね。それで稼がなきゃってなったんですか？そう順調です、ね、今は仕込み段階だけど、結構手付け打ってる物件とかが多くて結構きつい。翔さんもやっぱきついっていう時あるん、うん、いや常にきつくしてるよ。なんか理由があるんだよ。まずは欲望とある程度予備知識で、まあ、買うっていう決断するじゃん。契約したり、はい、手付け打ったりしてさ、でそっから決済日をちょっと先に伸ばしておいて、その日までに決済しなきゃいけないってなったら、その日まで稼がなかったら手付けが流れちゃったりさするわけじゃん。そうやって自分の欲望と日々の予備知識で、その行動力で契約まで持っていく。その後はやばい、決済しなきゃいけない、どうやって稼ごうみたいな不安要素を常に持っとくわけよ。不安要素を作った上で稼ぐしかない状況に常に自分の身を置いておくみたいなイメージかな。気を緩ませないってことですかね。そうめっちゃゆるゆるだけど去年とかでも結構ゆっくりでしたもんね。そうだね、去年はゆっくりだったね。去年だってそんな大きな買い物してないよ。アベンタドールくらいじゃない。確かにそうだね、うん、まあなんか FA と納車はするって言ってたけど、うん、やっぱ納車まで時間かかるからって感じで、そう結局来年ってなって、うん、今年すごいっすよね。今年結構不動産買ってるからね。先月今月だけで僕が聞いただけで2棟ぐらいはあります。そうだね、でもどれもまだ決済行ってないからさあんま表には出せないんだけど、そうですね、待ち待ち交代はしますね。う、うん、決済まで終わったらね、いろいろと仕込んではいるので。そう、 FX 系もね、新しいプロジェクト始まるじゃないですか。そうだね、マインドのコーチングも始めるし、そうの、まあ、個別コンサル的な形で ね、まあ、FX ではないけど自分で一人で稼ぐマインドのコーチング、うん、コンサルも始めるし、あと飲食もそうですよね。そう、飲食もフランチャイズ展開をね、まあ全部うまくいくとすごい面白いことになるね。そうですね、爆発しますね多分。でもこんな時大事なのは、全部うまくいかなかった時のことも想定して動かなきゃいけなくて。おー、なるほど。だからその不動産に関しても契約してる、融資の話もしてる。じゃあ融資通らなかったらどうするんだと。融資通らなかったら現金で買うしかないじゃん。それも想定して動いてるから、だからもう稼がなきゃいけない額が結構えげつない感じになってきてて、桁が違いますもんね。そう1ヶ月2ヶ月で多くの話になってくるじゃん。実際に失敗した時のことも想定しなきゃいけなくて、うん、逆にそれって最初からもうビジネス始める当初から思ってたんですか、うん、それとも失敗から学んでたんですか、うん、サラリーマン時代から結構そういうマインドはあったよ。常にさ、リスクっていうのは、まあ、それお金だけじゃなくて業務的な部分にしてもさ、こんな事故があるんじゃないかとかさ、はい、こういった危険があるんじゃないかみたいな、はい、まあ、運転する時も一緒じゃん。あの危険予知するじゃん、はい、ここから車が出てきたら青だからって言ってさ過信できないわけな、はい、ここから車が飛び出してくるかもしれないし、そういった予測だよね。ありとあらゆるリスクを想定した時に、まあ、どんなリスクがあるのか、そうなった時にじゃあこう回避しようとか、これだったら最悪自分の身を守れるよねとか、なんかそういうのをちゃんと想像してその上で攻めていくっていうマインドは大事だと思う。逆に成功したら、うまくいったらっていうパターンも考えた方がいいですか、うまくいったらもっとスピードを上げてこうしていこうみたいな戦略も。基本うまくいくことしか考えてないけどね、その経験値として、はい、経験値としては成功の方が多いね。それはなんか自分的に秘訣ってあるんですか。
基本は成功しか見てないよ。リスクは想定するけど、そうなる現実は見てないもん。成功してる現実しか想像してない。言ってることが矛盾してるけどね。まあでもそれを想定できてるから、うまくいってることも、うん、そうそう。だから、リスクを想定してリスクを許容できるっていう安心感があるから、攻めれるんじゃない。ただギリギリ攻めてるけどね、結構。だからこそ、うまくいくっていうのもあると思う。うん、そう、ゆるっともうキュッて締められてるから緊張感持っててちょうどいいんじゃない。そう、でも周りから見るよりかは危ないとは思ってないかな。割といける範囲かな、うん、で攻めてる。だから最悪、じゃあほらそのお金の問題だけど、はい、もう預金がない、現金がない、決済できなかったらどうしよう。でも最悪資産売ればなんとかなるじゃん。あ、まあ、車とか。そう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 。そんな感じで回していけるし、最悪ね、じゃあその手付け入れて契約したものが契約流れて手付金流れちゃった、じゃあその手付けで入れた1000万がまあ損して終わり。別にマイナスでもないし、借金して作って1000万じゃないしさ、自分が蓄えてきたお金を手付けとして入れてるわけだから、そこで損した、じゃあ1000万損した、じゃあこれは損したけど、こういった失敗例としての経験値になるわけだから、まあそんな感じで考えていけば、ちょっと高い勉強代だけどね、そうなった場合はね。実際に FX は自分ではあんまりもうやんないんですか、うん、そうだね。それでお金を稼ごうっていうのはもうあんまりないかな。それはなんか理由あるんですか。だって労働だもん。そこに時間を取られちゃうわけじゃん。時間と感情を取られちゃうわけじゃん。やっぱどれだけ慣れてきてますか。プライドしてると感情動いちゃうし、そういう自分が嫌だからさ。やっぱどちらかというと仕組みで稼ぎたい方だから、ある程度そうやって労働で稼いでね、資産を作ったら、あとはこのインカムを得れるような仕組みを増やしていく。でもしっかり週一でトレードを絶対してますよ。うん、まあ見てるよ、見てる見てる、動画撮ってるからね、やれるとこではやってるから。でもそのぐらいじゃない今は。そこまであんまじゃあそこに、うん、でもそれくらいだから結構精度の高いトレードもできるし。利益的には変わるんですか、うん、利益的には利益率で言ったら高いんじゃない。だってほぼ負けないしさ。でもやっぱ稼ぐ金額で言うとそうでもないよね。トレード回数減っちゃってるから。一番なんかそこに時間をかけた時って何年前ぐらい、いつぐらいですか。いや、 やっぱサラリーマン時代だよね。サラリーマンで脱サラした直後とかそれぐらいかな。すごい見てたもん。一日どんぐらい見てたんですか。一日18時間くらいチャート見てた。ずっと見てた見てた、ずっと見てた。一瞬も目離さないって意味じゃないけど、はい、ほぼずっと見てたね。それはいつ頃まで見てたの、うん、それはでも半年くらいかな。半年くらいはずっと見てたね。そんな生活してたね。そっから見ないトレードスタイルに変わってったっていうのもあるね。でもその見るっていうのは大事なのよ。それだけの経験値って絶対大事で、やっぱここでこういう形ができたらこう動くとかっていう経験値って必須なのね。でそれはスキャルをやるにしてもそうだし、デイトレをやるにしてもそうだし、だからその経験は生きてるけど、今はやっぱ 見ないね。IFO でほぼ予約で入れちゃったりとかの方が、エントリーや決済を手動でやるとやっぱ感情的になっちゃう。感情が動いて自分に利のある決断行動ができなかったりするから、そこはやっぱ予約でね、仕組み化する。逆に今後なんか FX 系でやってみたいこととか、うん、やってみたいことってないんですか。 FX はないかなだって FX さ、お金取って何か情報発信したりコンテンツを販売したりっていうのはやっぱ日本じゃできないから。ただ FX でお金を稼げるようにしてあげるのはやっぱ簡単だけど、反面やり方を間違えると大きく損もするリスクがある。それに対してやっぱお金を取ってさ、何かを提供するっていうのは、僕もやっぱそこの責任って取れないし、お金払ってもらったからって稼げるようにさしてあげれるわけでもないからって考えると、そこの世界で何かね伸ばしていくっていうのはあんまり考えてないな。じゃあ逆にその今後コーチングスクール、コーチングやるじゃないですか、うん、この人たちってまあ3ヶ月サポートじゃないですか、うん、この終わった後とか、うん、その人たちどこまでどうさせたいかって具体的に言えたりしますか。3ヶ月で自分で稼げるようになる。もともと何かね、事業をやってたり、今後レバレッジをかけることで売り上げを増やせるような事業をやってるとかさ、もう自営でやってるとか、サラリーマンでもさ、ある程度コミッション制でさ営業してるとか、そういった人たちの収入を3ヶ月間で上げてあげるっていうのは、上げてあげるっていうか自ら上げるように持っていくっていうふうにマインドを書き変えたりとか、それはできるなって思ってる。じゃあいざサラリーマンで何もできない、今から変えたいけど何も持ってない、自分できることがないよっていう人をここまで3ヶ月間で持っていってあげれるかって言ったらそうじゃない。さすがに収入面で3ヶ月でさ収入を増やしてあげるっていうのはそれは無理かなって思う。でもマインドはしっかり書き換えてあげることができると思ってる。いくら稼げるとは言えないけど、うん、マインド面、自分で稼げるようになるマインド面は変えてあげれると。ああ、全然変えてあげれる。3ヶ月あれば。まあ、その人がね、本人がしっかり前のめりに来てくれればね、変えてあげれると思う。絶対変える。変わんなそうな人絶対入れないし。審査するって言ってましたもんね。審査する。
それってなんかいつ頃から思ったんですか？それを思ったのって無料で提供してるのがもったいないとか思ったからですか？もったいないっていうよりかはやっぱ受け取り手がもったいないかなと思う。僕としてはやっぱ有益な情報を発信してるのに受け取り手が無料で受け取ってしまってるから、やっぱその価値に気づけてない、無料だからこそ動けないっていうのがあると思うので、だからこそ有料にしてしまえば回収したくなるじゃん、そのかけたお金を、まあ、サンクコスト効果って言ってさ、回収したくなるんだよ。だからこそちゃんとお金を取ってね。ダイエットもそうじゃん。じゃあ5000円のさパーソナルでさやってくれるのと50万払うのと、50万も払ったらもう意地でも痩せなきゃって思うでしょ。それと一緒、50万払ったら意地でも稼がなきゃって思うじゃん、まあ、金額まだ決めてないけどね、はい、そんな感じで、だからお金を払って、でこっちとしてもやっぱ無料だから、まあ、責任もないし、まあその人次第っていうところがあるからさ、だから無責任なコンテンツは発信してないけど別にこっちは関係ないじゃん、責任ないじゃん、まあ、そうやってお金を取ることでこっちも本気で向き合えるから、そんな感じでね、お互い本気で向き合って成長していけるような、で僕の成長にもなると思うから、そういったバイタリティの高い人たちを集めてやることで僕の気持ちも高まるかなと思ってるし、何か次のねビジネスのきっかけとかねにもなるんじゃないかなと思ってやることにしました。まあそんな感じで久しぶりにハコスカドライブでした。まあ、今後ね翔さんの活動もそうですし、一緒にね翔さんも、まあまたね久しぶりに新しいチャレンジをしていこうかな、まあいい方に行くか悪い方に行くかわかんないけど、僕はいい方に行くと信じてるから行動に移すわけで、そういうわけでそんな感じで、じゃあまあ今後そのあたりの募集とかはでやっていきたいと思います。 LINE の方かな、まあ、もしかしたらこの動画上がってる頃にはもう募集終了してるかもしれないね。そうですね、確かに、うん、それはありえる。6月2週目ぐらいの投稿ですからね、うん、ありえるけど、まあ、もし間に合わなかった人は次回の募集もあるかもしれないし、そこは分かんないよ、やってみないと分かんないから、まあ、そこを参加できなかった人も LINE 公式ね、動画の概要欄の方の LINE 公式で、まあ、無料で段階的に学んでいただけるようになってるんで、ビジネスマインド、お金を稼ぐためのマインドだったり、まあ、そっちは無料で教えてるから FX の方の発信も無料で発信してます。で今そっちの方も新しいコンテンツ作ってて随時追加していきます。今作ってるのは、まあ、リアルトレード、トレード動画、具体的な手法っていうのを動画で詰め込んだ内容を新しいプロジェクトとして作ってて、そっちも無料で入手してもらえるようになってます。各ブローカーさんとタイアップして無料で入手してもらえるようになってるんで、まあ、そっちもね入手してみてほしいなと。で全てのそういった案内は LINE 公式の方から随時メッセージ行くようになってるんで、ぜひ今の生き方を変えたい、今の自分を変えたい、ライフスタイルを変えたい、お金を稼ぎたい、そういった欲望を持ってる人は動画の概要欄にある LINE 公式登録しておいてください。じゃあ高評価チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。